ありがとうございます。ギターを弾いて歌う人、君島大輔です。久しぶりに、動画を回してるんですけど、最後に出した動画が GoTo スターダムっていうイベントの、ラウンド2に勝ち上がりましたよっていう、そういう動画だったんですけど、その動画を出してからね、何やかんやって1ヶ月ぐらい動画も出してないんで、結果がどうなったのかっていうことをですね、皆様にねお届けできたらなと思うんですけど、GoTo スターダムってね、どんなイベントかっていうのを改めて説明するんですけど、ソフトバンクとサブスクライブっていうのが提携してやってるオーディションイベントで、最初に予選があって、で予選勝ちに行くとラウンド1ラウンド2セミファイナル、準決勝ですよね。で決勝戦まであって、決勝戦で優勝するとメジャーデビューと活動費として100万円、準優勝すると50万円、そういうねイベントなんですけど、君島大輔はですね、予選は無事に勝ち抜いて、一個一個勝ち抜いていったんですけど、ラウンド2はですね、残念ながら君島大輔はね敗退してしまったということで、応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。動画再生したよとか、投票もしたよっていうね連絡もたくさんいただいて、GoTo スターダムのねホームページの方では、その動画の再生数に関しては5位とか6位とか、その辺のところにいたんですけど、投票の部分とか審査員の評価とかがちょっと足りなくて、君島大輔の演奏がね力足らず、ラウンド2で君島大輔の、GoTo スターダムは終わったということで、悔しいといえば悔しいし、実際動画をねもうずっと作ろうとは思っていたんですけど、落ち込んでたというのがね正直な、ところなので、こうやってね、動画の中で皆様にお伝えするという、そういう気持ちがちょっとね申し訳ない気持ちになってしまったというか、ちょっと至らなくてね申し訳ないというか、気持ちの整理がちょっとできるまで、なんかこう皆様にお伝えする言葉もねなかなか思い浮かばなかったんで、1ヶ月ぐらい間が空いてしまったんですけど、結果としては残念な結果になってしまったんですけど、本当にいろんな方々に応援されてるっていうことをですね、この GoTo スターダムを通じて実感できたので、そういった面ではねすごく満たされた部分も僕の中にはあるので、その GoTo スターダムに参加してよかったなっていうのは僕の中にもあります。なんかうまく言えなくて申し訳ないんですけど、で本当に、応援してくださった皆様、本当にいろいろありがとうございました。この動画が出る頃にはですね、セミファイナルも終わって、決勝戦が、3月の後半ぐらいにありますので、勝ち上がった皆様、ぜひね頑張っていただけたらと思います。その中でねもちろん僕も含めて、途中でね、敗退した方もいますけども、それぞれが最高の音楽で勝負をしてきたっていう部分はですね、素敵なことだなって思いますので、皆様本当にお疲れ様でございました。 GoTo スターダムに関してはもうこれで終わりなんですけど、まだまだねライブ自体は続きますし、音楽活動もこれからどんどんやっていこうと思いますので、君島大輔の応援今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ギターを弾いて歌う人、君島大輔でした。ありがとうございます。